2008年12月4日、突如としてこのような書き込みがなされた。結婚して8年目、妊娠する気配がないので夫とこれからどうするか話し合い。結論としてこれ以上の努力はしない方向で行くことにした。お互い仕事も忙しくなっているので、不妊治療はなしの方向性で、いつかできたら嬉しいね。ってことで途中距離別居の乙女に報告しに行ったら、この馬娘が、といきなり平手打ちを食らった。今までは、仲良く4人で旅行行ったりしてて嫁姑問題なんてよそ様のことだと思ってたから夫と2人でポカーン。嘘は、やめなさい、と言ってくれはしたが、とんでもない説教が始まった。金を惜しんで子供を諦めるなんて、女がいくら稼げても子供を産まないような女は価値がない。嫁子は仕事を辞めて息子に尽くすべきだ。いや、やっぱり嫁子を追い出して若い嫁をもらえ。叩かれたのは大して痛くなかったけど、この説教には気分が悪くなった。しかも、乙女は私の方しか見ていない。夫は懸命に割って入ろうとしたけどガン無視。夫がキレて、俺は嫁子と別れるつもりはない。どうせ捨てるなら父さんと母さんにしとくわ。そしてセリフを吐いて二人で帰ってきた。帰宅途中は夫が平謝りしてくれたけど、私より夫の方がショックだったと思う。少なくとも昨日までは私にも友達のように接してくれる気さくな乙女だったし、夫も、優しい母、頼れる父と私に自慢していたこともあったから。家に着いたら留守電の追い打ちが待っていた。まるまる、夫。父さんと母さんはいつでも待ってるから早く帰っておいでね。こっちで健康で素敵なお嬢さんを探しておくから、早く可愛い孫の顔見せてね。途中で切ったけど、夫相当ショックだったらしくしばらくしゃがみ込んだ後部屋にこもって、絶縁状を書き上げた。郵送しようとしていたけど、絶縁するなら他にも返したいものがあるから、と私が預かり。おかずをもらった時のタッパー類や乙女用の来客セット、忘れ物一式を段ボールに詰めて本日義実家へ届けてきました。私一人で、平日昼間だったので家にいたのは乙女だけ。ピンポーン、私、お届け物です。はーい、ガチャ、嫁子、何しに来たの？はい、これ夫くんからの手紙と、いろいろ預かってたものをお返しに参りました。あらそう、他人になるんだもの貸し借りはきちんとしないとねー。うわぁ、まさかここまでうまくいくとは。そうですよね。私も、乙女さんに借りたもの返しますね、にっこり。段ボールを乙女に押し付けて両手が塞がったところで、力いっぱい平手打ちしてきました。唖然としている乙女に。ではごきげんよう。夫くんも二度とお会いしたくないそうです。それ手紙じゃないですよ、絶縁状ですって。すっきりしました。本当は、一人息子ラブな乙女がうざかったんで私的には願ったり叶ったりなんですけどね。グッジョブ。こんな乙女、実際に孫が生まれたら嫁をどう扱うかがわかるよね。未来の赤ちゃんが教えてくれたのかもね。ストレスの元と離れて安心してやってきてくれますように。GJ ありがとうございます。本当にそうだったらいいな。てか、本当にそうだったりして、これで妊娠できたらいいな。もし妊娠できたら最強の DQN 返しですね。チラ見だけさせて後ガン無視するとか。お子さんが生まれても、一生乙女には知らせない方がいいよ。いきなり平手打ちするようなババや非常識なジジなんて、子供に何するかわからない、怖すぎる。乙女のストレスがなくなったら、案外あっという間に子供出るかも。ストレスって妊娠を妨げる大きな要因らしいからね。そうですね、皆さんのおっしゃる通りです。今やらかしてきたところなので、ちょっと浮かれてました。申し訳ありません。子供ができても、そうでなくてもしっかりこの家庭を守っていきたい所存です。では、七市に戻ります。立派な旦那様とお二人でお幸せにね。グッドブ。だけど旦那さんは辛かっただろうね。信じていた身内に裏切られてさ。事実を認めたくなくてエネ化する夫もいそうなのに、ちゃんと冷静に判断して妻を守った旦那さんは偉い。末永くお幸せに。不妊原因が夫だともっとスカッとするんだが。クズめ。それから3年。3年ほど前に、ドキュン返しスレに書かせていただいたものです。結婚して何年も子供ができなかったのけど、夫婦で話し合い、不妊治療とかはしないで自然に任せようって決めて、義実家に報告したら、乙女からいきなり平手打ち食らって、別れろと言われたものです。もう覚えている方なんていらっしゃらないとは思いますが、先日、その後的なことがあったのでこっそり書きます。当時、私より旦那の方がショックを受けたらしく、絶縁してくれましたが、子供は関係なく、お互いの仕事が忙しくすれ違うことが多くなり、結局離婚しました。
さすがに離婚するときには挨拶に行ったのですが、やはり、馬爪が出て行って生成すると言われ、腹綿が煮えくり返る思いでした。しばらくして、仕事関係で知り合った今の夫と再婚したのですが、何もせずにごく普通に妊娠することができ、もうすぐ臨月です。で、先日元旦那の地元地方に用事があり、そこの名物を食べようと旦那を案内したら、偶然元乙女プラス元旦那プラス女性、多分再婚相手を見かけました。おぉ、再婚&妊娠おめでとう。支援。覚えてるよ。いきなり平手打ちと手のひら返した態度ってのは結構強烈な印象だったから。すごい。それです。ありがとうございます。続き。良くないとは思ったんですが、そこの会話が聞こえてしまい、その内容が、3年子泣きはされうんぬん、だったんです。元旦那は、うとめを止めるでもなく不機嫌顔、女性はうつむいたまま黙って話を聞いているようでした。一瞬で離婚挨拶の時の屈辱が蘇り、怒りでひどい顔をしていたと思います。今夫に、どうしたの?と聞かれ、簡単に経緯と状況を話すと、まあ、知らない相手じゃないなら、挨拶は大事だよ、人として。と。で、二人で腕を組んで超いい笑顔で、こんにちは、お久しぶりです。とお腹をさすりながら通り過ぎてきました。それだけなんですけど、女性以外の三人はまさに、ボカーンって感じで口を開けて返事もできない様子でした。まあ、知らない相手じゃないなら、挨拶は大事だよ、人として。と。素敵な旦那様だな。離婚はこの人に会うためだったのかもね。すいません、これだけなんですが、一緒にいた女性の方には、状況を察していただければ自分がどんな理不尽なことで文句をつけられているかがわかるかな、と。それでその方が立ち上がったら、三年越しのドキュン返しかな、と思いました。長々とありがとうございました。以上です。お疲れ様です。元旦那、種なしだったんだね。おつなけご、あーでも元気に一家のそのぼか気になるー。元旦那は、不妊治療をどうするかという話し合いの時真っ先に、そこに金をかけるくらいなら自然に任せて、将来のため、と言い出したため、それが希望なら、と私も同意した感じだったので、うすうすは自分が種なしであると気づいていたのではないかと思います。だから、最初あんなに守ってくれたのかな。そして、もう疲れちゃったのかな。まごまご攻撃に、少しかわいそうな気もしますが、支援とおめでとうをありがとうございました。気持ちのいい話をありがとう。元旦那の今の奥さんの目が覚めるといいが、何はともあれおめ、元気なお子さんを産んでね。さらに4ヶ月後。4年ほど前に DQ 開始すれ、去年の夏頃その後に書き込んだものです。長く子供ができなくて、不妊治療はしないと義実家に報告したら、止めに平手打ちを食らい、ぶち返して絶縁するも結局離婚して、再婚したら私はあっさり妊娠。去年、元夫と元乙女を偶然見かけたら新しい嫁らしき人に、3年子泣きはされ、敵説教をしてたので、臨月のお腹を今夫と見せつけてきたといういきさつです。その後ができてしまいました。大したことではなかったのですが、多分向こうの家庭は今頃修羅場かと。子供が寝ている隙に書き込んでいるので、途中で途切れたらごめんなさい。その説は、ここの皆様に安産祈願などしていただいてありがとうございました。おかげさまで、少々早産でしたが今は元気な娘が隣で寝ております。今年に入って、知らないメアドからメールが届きました。元夫からで、内容がどうもおかしなもの。要約すると、子供ができたんだね、おめでとう。でも俺たち、あんなに長い間、子供ができなかったのに、よほど腕のいい病院で治療したんだね。よかったらその病院を教えてくれないか?費用はいくらくらいかかった?まず、元夫のメールでの一人称は、俺、ではありません。話し言葉では俺と言いますが、メールの文面は仕事柄かやたら丁寧な人でした。ああ覚えてる。出産おめでとうございます。誰が送信したかはわかりませんが、夫ではないと確信しました。が、まあ乗ってやろうか、みたいな感じで。は?私たち不妊治療しないってお宅の実家に報告したから絶縁したんじゃない。おかげさまで、うちは自然妊娠だよ。今まで言ったことはなかったけど、あなたもそろそろ現実を見て、自分が病院で検査してもらったら?と返信してみました。その後、2週間ばかり音沙汰はなかったんですが、先日、すごい勢いで元夫から電話がかかってきました。短いけど過去の経緯も誰が悪いかもわかるナイス返信。もう悪手かが止まらない。続き、ものすごい荒い鼻息とともに、アクアセダーフを。
お前うちの嫁と知り合いだったのは食わせだ。なんで俺が不妊だとかでたらめ吹き込むんだ。お前のせいでは食わせだ。耳が痛くなったので、電話を無言で切りましたが、鬼の勢いでかかってくる。マナーモードにして放置しつつ、元夫の携帯に、先日のメールのやり取りをそっくりコピーして転送したところ、その後ぴったり電話もメールも来なくなりました。わーお。今のお嫁さんだったのか。まあさすがに元夫めは難しいかね。お前のせいで、って、不妊だけじゃなく現在の夫婦問題においても重大なことを自分で責任取らずに赤の他人の妻のせいにしてるんだね。支援をありがとうございました。こんな感じなんですが、憶測でしかありませんが、最初のメールはきっと今の奥様が思い悩んだ結果、元夫のふりをして私にコンタクトを取ったものではないかと。しかし、なぜ全く個人的にはつながりもないような私に変な偽装までしてコンタクトを取ろうとしたのか、そこまで追い詰められていたのか、想像するといろいろ気の毒になってきたので、もう関わりたくありません。以上です。娘が起き出したのでおまるぱいタイムしてきます。元夫はやっぱり黒なんかねえ。その後の報告ありがとう。元夫と乙女は、妊婦姿の一致を見たら一発で嘘とわかるような自分たちに都合の良いことを今妻さんへ言って、追い詰めていたんだろうね。一致は馬爪だから自分から身を引いたとか、一致は必死に不妊治療を頑張ってたけど妊娠できないから離婚したとか、お前も妊娠できないんなら身を引けとか病院行けよとか、まあ元夫も自覚があるであろうだけに、自分が不妊であることを認めたくないがために、余計に今妻さんを責めただろうし、今妻さんは一致は不妊治療したけど妊娠できなかった、ぐらいの嘘は言われてたかもね。それだと携帯メールの内容にもつながる。まあ結局種なし認めたくなくて嫁を生贄にしてた元旦がクズってことで。この手の多いね。最初に書いた頃は、何なの味方と思えてたけど、やっぱり本性を表したってところかね。まあ早めに分かってよかったよ、ほんと。おまるぱい終了しました。本当に、元夫はこんな我を忘れるような取り乱し方をするタイプではなく、どちらかというと、冷静に物事を客観視して後から悟してくれるような物静かなタイプでした。元夫にとって種なしって、ここまで人格を揺るがしてしまうようなことだったんですね。皆様、支援をありがとうございました。もうさすがにこれ以上は報告することは起きないと願いたいです。では、ロムに戻ります。一致さん無事出産おめでとう。元旦那は結局クソだったのね。そしてさらに4ヶ月後、一致からの続報が上がります。以前、DQ 開始すれに書かせていただいたものです。子供ができないことを責められ、平手打ちを食らったりぶち返したり。離婚したら私はあっさり子供ができて、偶然出くわした元木実家一同に大きいお腹を見せびらかしたら、謎のメールが来たという経緯です。メールをよこしたのは、元木母でした。先日、私の実家へ行った時、母がちょっと困ったような顔で、こんな封書が届いた、と義母から私宛の封筒を出してきました。そのまま燃やすか、粉々にちぎり捨ててやろうかと思いましたが、一応見るだけ見ようと、ちょっとだけ、寝たきたこれー、とも思いました。達筆な毛筆で丁寧に書かれていて興味も湧いたので、中身も、額に入れて飾っておきたいような綺麗な毛筆書きでした。内容は、私への謝罪でした。まず、確かに文面にされると私も悪かったな、と思ったのが、子供ができる気配がないから、このままで行く、の報告の時、起用心は、てっきり、子供ができました、の報告だと思って待っていたのだそうです。確かに、ちょっと報告があるから、これから夫婦でお邪魔します、と電話をかけて話をしに行くとなれば、そういう期待をして当然といえば当然ですよね。それを麻薬のことを言われ、目の前が真っ暗になってしまって気がつけば私を責めてしまって、自分でも止められなかったそうです。何年越しの謝罪だよ。支援。なぜそうなってしまったかというと、私から見ての大姑に当たる人が、私はほとんどお会いしたことはなかったんですが、それはそれはきつい人で義母は相当辛い目に遭っていたそうです。そして、そっちからの、ひ孫はまだか、コールが激しく、私にはそんなことを耳に入れるとプレッシャーになるだろうからと義母でブロックしてくれていたのだそうで、そんなこんなが何年も続いて疲れ切っていたところに、息子夫婦が何やら話があるらしい、孫できた、やっと大衆とめのひ孫攻撃から解放されるとなっていたところに、逆の話で急転直下という事態だったのだそうです。自分は姑に苦労をしたから、嫁にはそんな思いはさせない、と思い私には本当に良くしたつもりだったそうです。
実際、あの日までは友達のように気さくに接してくれる義良心でした。この手の謝罪ってのは、後悔している自分の心を軽くしたい、許されたい、が思いっきり見え隠れするよね、支援。で、私をぶってしまってからはその大姑と同じ人間になり下がってしまった、と後悔が綴られており、その後、息子に5歳が来るも優しくなどできずひたすら、孫うめ孫うめ。そんな時にお腹の大きい私を見て、初めて原因が息子にあるかもしれないと気づいたそうです。なぜか、子供ができないのは女のせいだと大姑と同じことを思い込んでいたそうで。で、息子になりすましたメールを私に送り、やはり原因は息子だったと理解したそうで5歳さんに土下座をして謝ったそうです。5歳さんは、すっかりストレスで抜け殻のような人になっていて、謝られてもあまり反応せずその後フラッと実家に帰ってしまったそうです。そして息子である元夫を話をし、不妊治療に通ってはどうかと提案したところ、あんたたちまで俺を種なし扱いか、と激怒して話にならず同居していた家を出て行ってしまったそうです。あの時、冷静に受け止めて私と元夫婦を見守っていれば、以前と同じように4人で仲良く暮らしていけたかもしれないのに自分がその幸せを壊してしまった、と、謝られても、本当に今更何を、という気持ちでぐったりしてしまいます。が、気持ちはわからなくもないなぁとか思っていたら、最後はこう綴られていました。マルコ様には本当に申し訳ないことをしたと心から後悔と反省をしております。もし、一人身に戻ることがあれば私どものことを思い出してください。あなたもお子様でしたら、私どもの孫も同然です。精一杯のことをさせていただきたいと思いその日をお待ちしております。少しでも同情した私が大バカ者でした、オズ。やっぱりな、そう来ると思ったよ。もう、メールや手紙も受け取り拒否したらいいと思う。いつまでも終わらないよ。以上です。これで、本当におしまいですよね？これ以上何かが起こる可能性ってあります？ないですよね。ないと信じたい。手紙には返事も出さない。虫です。日に日に可愛くなっていく我が娘は私と今夫と私の両親と今夫の協力義両親のもので他人のものじゃ断じてありません。長々と読んでいただいてありがとうございました。相手が父入ってストーカーとかあるかもしれん。気をつけた方がいいと思う。ストーカーならまだいい。誘拐もあり得る。いや、マジで。気をつけた方がいい。もう一度同じような手紙や連絡、接触があれば弁護士通じて警告出すことまで考えた方がいい。今の住所は知られてるんだっけ？知られてなければ絶対に知られちゃダメだし。実家に帰る時も子供から目を離しちゃダメだ。その日をお待ちしております。で、一輝さんの離婚とか待ち望んでるってことになる。よね？なんかこの後年賀状とかお中元お歳暮とか子供の服とか送られてきたりして。手紙類は全て受け取り拒否して拒絶の意思を示すしかないわ。距離詰められたらおしまいだ。こんなやつ。とにかく本当にお疲れ様でした。皆様、ありがとうございます。ストーカーならまだしも、誘拐の二文字で背筋がヒヤッとしました。現住所は知られていないはずなので、実家のみ要注意ですね。ただ、義実家と私実家は相当な距離なので、待ち伏せ的なことはないと思いたいですが、身辺には十分注意するようにしたいと思います。また実家に何か届くようなことがあれば、両親から明確な拒絶をしてもらえるよう話をしてみたいと思います。重要な警告をありがとうございました。ロムに戻ります。血の繋がりが犬なのに孫同然って、どの口が言ってるんだよって話。本当にお疲れ様。身の回りには十分注意してね。そういうやからは頭に血が昇ると何するかわからないから。今後、何もないことを祈ります。で、一輝さんって、最初の時でも結婚8年目だったんだよね。逆算して、結婚したのが2000年。例えば25歳で結婚したとしても、37歳。すでに再婚して娘さんがいる一輝さんはともかく、元夫、今から再婚相手を探して、子供を。なんて無理ゲ。一度は家出した親のところに尻尾巻いて戻るのか、一人きりで生きていくのか。ちゃんと一輝さんのことを大事にしていれば、子供がいなくても、一緒に生きていけるパートナーがいたのにね。大乙女に謝れよ。自分が産んだ息子が種なしでしたって。まとめサイト読んできた。もうこれ以上何も起こらないよう祈っとく。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。